おはようございます。本日は奈良県の橿原市に向かっています。今日は3連休明けなんで割とどこも空いてるんじゃないかなと思います。ただいま橿原市に入りました。まずはですね、藤原旧跡に向かいます。蓮の花を見に行きます。天気はギリギリですねちなみに蓮の花はお昼過ぎるとまた閉じちゃうんで午前中に行かないとダメですね。現在9時ちょうどです。よし、到着です。この番組はコロ持ちで有名な高山製菓さんと日本うなぎが楽しめるうなぎの岩瀬さんの提供でお送りします。ちなみに藤原旧跡はここ以外にも駐車場がいっぱいあります。あ、すでに人が結構来てますね。へえ。まあとりあえず皆さんについていきます。本日は7月16日の火曜日です。3連休明けなんですけど本当に結構人がいます。あちらですね、昨日めちゃめちゃ雨降ってたんでどうでしょうね。1年ぶりに来ましたがめちゃめちゃ広いですね。ただちょっと天気が微妙ですね蓮の花って独特な透明感があっていいですよね。ありがとうございました。次はですね、2ヶ月半前にオープンした地鶏鶏焼肉フクロウさんに向かいます。11時半オープンなんでちょっと時間潰してきました。よし、到着です。結構駐車場広いですね。大通り沿いにあるんで、お店見たことある方も結構多いのかなと思います。地鶏鶏焼肉フクロウさんです。あ、個室もあるみたいですね。田んぼの風景がなかなか素敵ですね。よし、では入ります。ごちそうさまでした。
親子丼もすごく美味しそうで悩んだんですけど、せっかくなので今回は鶏焼肉セットにしました。結構小鉢も多いですよね。焼肉は地鶏の部位がせせりと桃です。これがとっても柔らかくてジューシーで美味しかったですね。タレも割とあっさりしてました。あとこのポテトサラダとキムチと唐揚げがちょっとずつ入った小鉢があるんですが、これ全部すごく美味しかったです。ポテトサラダもお酒に合う感じですし、キムチはコクがありますし、唐揚げもパリッとして柔らかくて最高でした。おはようございます。また別日に撮影しています。今日は天橋農家地区川原駐車場にまずは向かいます。よし、到着です。こちらが天橋農家地区川原駐車場です。こちら無料で使えます。トイレもあります。現在地がこちらです。でこっから展望台の方に行って、でこの橿原の方に行くと結構この辺に面白そうなものがあるんですよ。まあ、今回はこれを見に行くという感じですね。まずは川原展望台の方に向かいます。まあ、前に1回だけ行ったことありますね。こちらが川原展望台で、あと天橋農家展望台っていうのもあります。確かこっちの方がすごかったような気がします。ただ今回はまずは川原展望台に向かいます。よし、到着です。そうそう、ここはそこまで視界が開けてないんですよね。もう一個の絶景の方は、まあ、帰りによりますね。で今日はですね、まだ一回も行ったことのないメインの目的がありますんで、そちらにとりあえず向かいます。ここ最近だと珍しく天気めちゃめちゃいいですね。行き過ぎました。そこの小道を渡っていくみたいですね。なんかすごい素敵な田舎道ですよね。いやー、夏って感じですね。この猫ちゃんはどうしたんですかね。目当ての3つのスポットがそちらの和田池と天橋新益神社とあと古宮遺跡の3つですね。まあ、3箇所とも全部近いんですが、まずは神社から向かいます。この道めちゃめちゃいいですね。なんかすごい風情があります。
よし、もうちょっとで神社ですね。あ、こちらですね。到着しました。甘加市新益神社です。あ、この集落の神社って感じですね。めちゃめちゃ大きな石があります。へえ。石の前になんか火を使った跡がありますね。この裁判の一種として、この煮え湯の入った釜に手を入れて、正しいものは火傷しない、偽りのあるものは火傷するという、すごく荒い裁判をやってたみたいです。で、今ではこのあそこにあるあの立石ですね、あれの前で釜を据えて、嘘を偽りを正して、健やかに暮らしたいという願いを込めて、まあ、神事をやるということで残ってるみたいですね。次はここから歩いて3分の古宮遺跡に向かいます。あ、その前にお寺がありました。あ、推古天皇のゆかりの地みたいですね。へえ、浄土真宗本願寺派です。綺麗にしてますね。結構立派なところですよね。すごくいい風景ですよね。ありがとうございました。いい風景ですね。あ、古宮遺跡ってあちらですね。あの田んぼに水張ったばっかりの時はこのリフレクションですごい美しく見えるらしいんですよ。あ、この古宮遺跡も推古天皇の関係みたいですね。あちらですね。これでもどこから見るのが正しいんでしょうね。最後に和田池に向かいます。この3つのスポットは橿原と飛鳥村のちょうど境目にありますね。で、その後は甘加市の丘展望台を通って駐車場に戻るという感じで行きます。橿原に入りましたね。到着しました。ここ池の周りをこう歩けるようになってますね。たまたまでしょうけど、なんかあれ十字架みたいになってて、なんかキリスト教の施設みたいな感じに見えますね。結構いい感じになってますよね。ありがとうございました。なかなかいい感じの散歩コースになってますね。まあでも多分順番としては、池に行って遺跡に行って神社に行くのが多分本当はベストだったと思います。
めちゃめちゃほのぼのする風景ですよね。よし、では帰りは甘粕の丘展望台に向かうために違うルートに入ります。やっぱり夏になるとこう緑はすごく美しく映りますよね。ここからもうあと7分で着きそうです。よし、では登ります。よし、もうちょっとですね。まあそこまできついわけではないです。よし、到着です。ここの眺めめちゃめちゃいいんですよね。まずは飛鳥村方面ですね。で次が橿原方面ですね。ありがとうございました。で最後にですね、また別の日に橿原のとある居酒屋に行ってきたんで、その映像を差し込んでこの動画を締めようと思います。ただいま4時45分です。今回は珍しく最後に居酒屋に行って動画を締めます。居酒屋よったろうさんに向かいます。面白そうな鶏料理があるのと、あとちょっとびっくりしたのが、20歳のお兄さんが開いた居酒屋らしいんですよ。駐車場もあるみたいなんで、車で行ってノンアルコールで楽しんでもよかったんですけど、まあせっかくなんで今回は車を置いてきて一杯楽しんできます。こちらの時はプラザっていうところに入ってます。営業時間が5時から11時ですね。へえ。お店がこちらですね。あ、素敵な看板ですね。3ヶ月前にオープンしたようです。あ、駐車場も結構広いですね。ごちそうさまでした。
まずはインパクトのあるひねもも素揚げからいただきました。ひね鶏の肉なんで噛み応えがある感じなんですが、ハサミで食べやすいように切っていただくスタイルです。ただ僕は歯が健康なので結局かぶりついて食べてました。食べ応えがありつつも割とあっさりしてて美味しかったですね。次が牛たたきですね。これが柔らかくってでも油はさっぱりとしていてとてもビールに合ってました。最後が鮎の塩焼きです。焼き加減がちょうどよくって香ばしくいい香りで美味しかったです。ずっと飲食で働いてたみたいなのでとっても料理が上手でしたね。とても気の良いお兄さんでした。ではそろそろ帰ります。今回鶏肉料理が多かったんですけど楽しんでいただけましたでしょうか。ということで今回もご視聴ありがとうございました。このチャンネルではタオル販売を行っております。収益は活動費用に充てますので、よければ概要欄からご購入ください。